皆さんこんにちは。本日は東京タワーにご来島いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます吉井奈恵と田中真奈美です。よろしくお願いします。まずは東京タワーからお知らせです。タワーの真下で乾杯。今年も2つのハイボールガーデンが開幕しています。まずは東京タワー真下の商業ビルフットタウンの屋上でマザー牧場名物のジンギスカン食べ放題飲み放題が楽しめる東京タワーハイボールガーデンルーフトップジンギスカン。ライトアップされた東京タワーを真上に望み4本の東脚の内側に位置するライトフットタウンの屋上スペースは東京タワーの鉄骨の迫力と美しさライトアップの優美さを間近に体感できる知る人ぞ知るスポットです。そんな穴場スポットで営業しているルーフトップジンギスカンのおすすめはもちろんマザー牧場創業以来の伝統の味人気ナンバーワンのジンギスカン食べ放題飲み放題プラン。ラム肉だけでなく牛肉豚肉や野菜も120分間食べ放題飲み放題ドリンクも各種ハイボールはもちろん生ビールやソフトドリンクなどを取り揃えています。そして1階正面玄関前広場にももう一つのハイボールガーデンが登場。屋上会場と同じく豊富なドリンクメニューに加え前菜、揚げ物、焼き物、煮物、はたまたピザやパスタなどなどハイボールにぴったりなフードメニューが満載。ついついあれこれ試してみたくなってしまいそうです。どのおつまみがハイボールと一番相性抜群なのか自分なりのお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。詳しくは東京タワーの公式ホームページをご覧ください。それではお待たせいたしました。この後登場する日向ぼっこをご紹介いたします。千葉、東京を拠点に活動している釣りあやめさんと富賀根茂樹さんの男女2人組アコースティックユニットです。土曜日の夕方7時から8時半ごろ千葉県の JR 柏駅前で毎月路上ライブをしています。今年7月にファーストミニアルバムカラフルをリリースされました。10月にワンマンライブもあるそうなのでぜひ足を運んでみてくださいね。それでは日向ぼっこです。どうぞ。ぜひぜひ椅子座ってくださいね。いい席空いてますよ。空いてますよ。日向ぼっこと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではどんどん歌ってまいります。ぜひ皆さんのペースで大丈夫なんですが参加型で楽しんでいっていただけたらより嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では聴いてください。1曲目オリジナル曲です。前へ。前に進めなくなっていた。傷つくことにただ怯えるから、うつむいてばかりの君がいた。あの日空に描いた夢も雲の向こう側、うつもれそうな日々でも
僕を飼い慣らしていた一人ぼっちの帰り道にどうしようもなく涙流れてた。寂しい気持ち近づいている近づいている回し
と僕は分かった。なんでこの子は僕を見上げ満面の笑みを向けてくれたんだろう。さっきまで何にも気がしない、挙句の果てには泣きわめいて、気づけば困り果てていた。君のママとパパも笑っている。なんだか僕も不思議と幸せになるもんだ。前までいろんな色をしてる丸い何かに囲まれて揺られている。あれ僕もそうなのかな。なら僕はどんな色をしてんだろう。教えてくれるかい。太陽みたいだねと僕を見こっちは今では目が回るくらい振り回されて、振り回されていつしかママとパパ見失ってしまったみたいだな。初めて会った時のような泣き目そっかいて探し回ってる。でもね僕が目印になるから心配しなくていいんだよ。ほら向こうからママとパパ優しい顔して手を振っている。君の走るスピードに僕は追いつけないよ。待ってて見ることのできやしない景色の中をさまようのかい。そんなこと望んでやないさ。できるなら君の笑顔とすぐ近く愛に包まれた毎日にほんの少しでも色を出させてよ。そう長くは横にそうもないし、きっといつか君は忘れてしまうんだろう。だからせめて君の手だけは離してほしくないな。隣でしわくちゃになっても、改めましてこんにちは、こんばんはなんですかね。もう時間的にどうなんですかね、こんばんは、日向ぼっこと申します。よろしくお願いします。今日はね本当にあの後ろ皆さん見ていただければ分かるんですけれども、あいにくのお天気の中本当にあのお越しいただいたり足を止めていただいたり、なんか思った以上に白いですさっきまであんな白くなかったちょっと白いですね。新しい景色を私たちは見ながら歌ってます。熱気がねちょっとねあるってことなんでしょうね結構白いですね。結構白いですよ、うん、で
僕らね、今年ここ出させてもらうの2回目なんですよね。そうなんですよ、2月ぶり。ありがとうございます。2月にね、来た時はね、東京マラソンの日で。あ、そうだったね。天気はまあ曇りだったり晴れてたりって感じだったかな、うん、ここからお台場がよく見えたんですけど、今日は全然見えませんね。白いですね。白いですね。白い中にあるんでしょうね、多分ね。多分あるんでしょうね。そんな中、こうやってね、集まっていただけてすごく嬉しいです。日向ぼっこ初めて見たよって人、はい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 、ありがとうございます。たくさんいる、たくさんいる、たくさんいる。初めてで泊まってくれたり来てくれたりも嬉しいし、よく見る顔もあることが嬉しいです。本当にありがとうございます。パチ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 、はい、セルフです。私たちは千葉の柏で活動を拠点にして、ストリートライブを毎月やっていたり、あとは都内でね、ライブハウスで最近歌わせていただいたりで、活動の幅を少しずつ広げていっております。はい、私たちは結構にぎやかな曲が多いので、後々出てくると思うんで、その時は皆さんの力をどうぞお貸しください。よろしくお願いします。本当に席空いてるんで、どんどん座ってくださいね。こっち側も空いてるので、よかったらお願いします。ありがとうございます。はい、シカトです。そういうのダメするの、覚えてないもん ね、 MC ね。では私たちはとりあえず歌います。7月17日に初めてファーストミニアルバムを出させていただきました。私たちはアコースティックギターと歌だけで、ね、歌ってるんですけど、バンドアレンジですごくいいサウンドで CD を作ってみました。見ました。作って、まあ、いただきました。ご協力いただいてね、はい、そこに収録されている曲になります。バンドアレンジもよかったら聴いてみてください。では参ります。誰かの言葉。の仕事なんも分かっちゃないくせに、誰にだって同じような調子でもって君ならやれるなんて言われても、実際うまくはいかないもんです。時々汚れた心越しに満たせ会話、信じられないから、どっかに忘れたあの歌声を今君と一緒に見つけに行こう。鮮やかな彩り戻そう、前を向いて。誰かの言葉で傷ついて、そんで誰かの言葉でまた立ち上がれる。君にとって僕の歌がプラスのきっかけになるといい。今つまんないからポイってしちゃうじゃなくて、ほんのちょっとその手で温めてみたら、ああ、ああ、花が咲くか光さすかわかんないけれど、なんかいいことあるって信じよう。それじゃ毎日楽しくないでしょう。じゃくちゃかっこ悪い日だってそりゃあるんだけど、今君が僕の隣に一緒に歌ってくれるなら、
シンレス結局どっかでお互い様って助けられてるだってさもっと照れずに感謝したら世界が変わるかもよねこうやってあなた言葉に心震えてそんなこんなしてたら歌になった僕にとって君の声が全てを彩る魔法みたいにあなたに出会えてよかったなんてやっぱ恥ずかしくて歌でしか言えないからとりあえず難しいことは置いといて今日も一緒に歌いましょうよ ありがとうございますありがとうございますでは皆さん気合を入れ直してくださいどうしたの今日は皆さん的な体感としてはあったかいですか寒いですかせーのバラバラですねバラバラですね寒い確かに寒いかな肌寒いね肌寒い確かに今めっちゃ暑いけど俺も暑いけど大丈夫ですかなんか大丈夫かなちょっとテカリ気味ですけどはいもう9月ですか夏の曲が私たちあってたまたまあるんですたまたまあってまあたまたまなんですけど冬とか関係なくずっと歌い続けてる曲なんですが7月にミュージックビデオとして公開したとても盛り上がる曲がございます知らない人がたくさんいると思うんですけど知ってる人に合わせて私に合わせてまあまあまあ手拍子がね手拍子を参加していただきたいんですよでまあ、ね、メロ A メロ B メロサビってそれぞれ違うのでこの子あやめちゃんって言うんですけど、あやめちゃんが、リードしてくれるのであやめちゃんを見て、手拍子を一緒にやってくださいお願いします、はい、向こうに壁の向こうにいる皆さんも見えてますからお願いしますね見えてんの見えてるよちゃんとそうなの私見えてないけどすごいねこうやってやれば見えちょっと結構隠れてるんですね皆さんなるほどなるほど思いっきりこんな天気ですが外白いんですが全然見えなくなってきたもういよいよねそういよいよ手前の建物が怪しくなってきたねちょっとね白いんですけど思いっきり一回季節を夏に戻しましょう一緒に盛り上がっていってくださいよろしくお願いしますそれでは参りましょうサマースプラッシュ夏空に弾けたあの水しぶきの中へ君と二人裸足で駆け抜けてみたいこのままずっと時間が止まればいいのになんて思うこと一瞬で夏が過ぎだのようにありがとうございます夏空
皆さん、イエイ、ありがとうございます。そういうの大歓迎です。ください。はい、熱っ。本当に熱いですね。熱いですよね。来てますね。相当白いですね。なんか5時、前回がね多分3時の回で歌わせていただいて、すごく明るい昼間を見てて、今日5時ってなってたんで、ちょっともう日は落ちて暗い感じなのかなって思ってたんですけどね。ちょっと新しい景色でした。意外と白かったってね。 いいですね。やっぱり東京タワーで歌うことって想像してなかったよね。うん、去年はね、うん、2回目が来ることもおーって思いました、ね、思いました。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやマジで熱いや。本当に熱い。次に歌うのは、前回ここで歌わせていただいた時には最後に歌った曲で、その曲を
きっかけに私たちはこのステージに立てました。このミュージックビデオを見ていただいて声をかけていただきました。最近は再生回数が伸び悩んでます。切実にね、やっぱり、ね、慣れてきちゃったよ、みんな慣れてきちゃったかな。たまには思い出してやってください。そして私たちにはあんまね歌わないバラードではあるんですけど、何か思いが届くといいなと思ってます。ずっと歌い続けてる大切な曲です。聴いてください。やっと今。君に聞いてほしいことができた。機会を待ってた。何もないようなふりをしながらも、もっともっと欲張りすぎたかな。不意にメロに紛れ込んだのか。その先には何が待ってんだろう。見上げてもつかめるものはなくて、忘れ物にまごろ気づいたの。形あるものばかりだ。見えないように少し呼吸やり方がわからなくなっていて、差し出された手にすら苦笑い。
しくて肝心なことは自分の心の中にあってもそれを支えていたのはきっと他のものだろう。ちゃんと君に伝えよう私の思いを。だから一緒に泣いて笑ってくれますか。に見えてきた私が描いた。と今という曲を聴いていただきました。ありがとうございます。まあ、僕らのさっき言ってた、ミニアルバムと、シングル CD を1枚ずつ、今のところリリースしておりまして、今歌ったやっと今という曲と今日歌うのにぴったりな雨のち晴れという曲が、ギターと歌の、まあ、シンプルな編成で2曲入りのシングル CD 売ってます。よろしくお願いします。CD も持ってきてますし、来月10月28日には私たち初のワンマンライブを控えております。どうぞよかったら見に来てください、遊びに来てください。まあ、そんな告知はですね、ツイッターなどを通していただいて、チェックしていただけたらと思います。思った以上に時間が経つのが早かった。ラストの曲いかせていただきます。おー、すごいびっくりした。そういう時は世界に配信されてるからね、世界に。そうですね、世界に。はい、なんか言われることないの？ We are 日向ぼっこ。バカだよ、バカじゃないの。前回もやったんですよこれ。ちょっと忘れてなかったんで言ってみました。やばいっすね、恥ずかしい。はい、では最後の曲です。今日は本当にありがとうございました。日向ぼっこでした。終わり方がすごい軽いですね。はい、聴いてください、優しい歌。マジか、あっさりしてるね。まあ、やります。この場所から見える景色を歌い続けてゆく日々を大切に大切に育ててる、そんな君に届くといいな。同じ夢を見たいな笑顔。
よかったら皆さん手拍子お願いします。真ん中にどうぞ。そしてどうですか、最後の1曲です、聴いてください。大事なものは全部ここにあるんだ、君たちが教えてくれたから。迷い立ち止まりそうになる時はここに来て全力で大声で歌うんだ。嬉しい、ありがとうございます。この先何が待ってるなんてそんなのわかんないけど、立ち向かってゆくんだ、何も怖くはないよ。僕らにはほらこんなにたくさんの仲間がいるから、優しい歌を響かせて心を一つつなげよう。そこにみんなの手拍子を混ぜてさ、ほらもっと大きな歌にしようよ。ここから生まれてゆくよ。君がいなくちゃ、君がいなくちゃ、君がいなくちゃ始まらないよ。優しい歌を響かせて、小さな幸せ生まれたら、そこに僕らの声混ぜてさ、ほらもっと大きな笑顔にしようよ。最後ララよかったら歌ってください。ララララララ、悪い中本当にありがとうございました。 CD もございますのでよかったらご挨拶させてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて日向ぼっこに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。では3つほどインタビューさせていただきます。東京タワーでのライブいかがでしたでしょうか。笑っちゃった。楽しかったです。あ、すごい模範解答。でもさ、なんかあれだね、前回来た時ってやっぱり景色が変わるっていうのはやっぱりね、季節によって景色が変わるのはそうですね。こんなに台風なのにすごいたくさんの方が見に来ていただいて、本当にありがとうございます。とても素敵なライブでした。ありがとうございました。ありがとうございます。
本日の CD 販売ですが何をお持ちいただいてますか。はい、さっきやっと今という歌を歌ったんですけど、それが入ってるシングル CD と、そして7月に発売した、バンドアレンジをされている5曲入りのミニアルバムを持ってきてます。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんステージ右側で販売しますので、皆さんお立ち寄りください。お願いします。では最後に改めて今後の予定を教えてください。はい、ですね、まあそうですね、まず路上ライブ、私たちが毎月行っている路上ライブが、千葉の柏駅になるんですけど、9月30日土曜日にやります。そしてやっぱ一番大きな控えているライブといえば、あの10月28日に東京都原宿ストロボカフェというところでですね、初のワンマンライブを行います。そちらですね、どうぞ本当に遊びに来てほしいやつです。本当に来てください、お願いします。もう皆さんぜひお立ち寄りください。はい、では改めて稲田ぼっこさんありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。この後5時からはキュイーンズのライブをお送りします。それまではゆっくり東京タワーをお楽しみください。